2023年時点で日本の海上自衛隊で最大の規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻が建造された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だよね。これは胴体では艦式号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めたものとなっているぜ。うんうん。さて今回は太平洋戦争以後、日本が保有する初の航空母艦として改修が続けられている出雲型護衛艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。出雲型護衛艦は基準排水量で19,500トン、満載排水量で26,000トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートル、深さで 23.5 メートル、水で 7.3 メートルのサイズを誇り、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大の大きさとなっているよ。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部は、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC がスタータービンが4機組み合わせられた COGAG 方式が採用されており、最大で出力112,000馬力、速度30ノット以上を発揮するんだ。また出雲型護衛艦は電源設備としては、機関部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン主発電機を4機等搭載しており、その合計で最大14,000kW の電力供給を行うことが可能となっているぜ。出雲型護衛艦は全通式の飛行甲板上の右端部分に集約化された艦橋を備えており、その以下にも航空母艦前とした全通式の飛行甲板上には、5箇所の回転翼先の同時離発着が可能なスポットがあり、収益時から国外ではヘリ空母とみなされてきたわけだ。出雲型護衛艦の全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0 メートル、全幅が 38.0 メートルが確保されており、海上自衛隊で対潜哨戒戦闘や対水上戦闘を担う SH-60K 回転翼機のみならば、最大で14機を艦内の格納庫に収容することができるみたい。ただし実際の運用上において出雲型護衛艦は、この SH-60K 回転翼機を9機、輸送と救助救難用途を主軸とする MCH-101 回転翼機2機を標準では搭載する体制が敷かれており、格納庫は第1第2及び整備用の3つが艦内に設置されているぜ。また出雲型護衛艦はその艦艇の大きさを活かし、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用を行っている双発で大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用も当初より想定されており、この大型な機体ですら艦内の格納庫への収容が可能となっていたな。出雲型護衛艦が格納庫に収容可能な回転翼機は、SH-60K が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量 1,065 トン、MCH-101 が全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンだね。これらの回転翼先を艦内の格納庫から昇降させるエレベーターを出雲型護衛艦では2機を備えており、全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機が艦橋後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているんだ。全部1機の飛行甲板上のインボード方式エレベーターのサイズは、長さが 20.0 メートル、幅が 13.0 メートルあり、艦橋後方右舷のサイドデッキ方式数エレベーターはさ長さが 15.0 メートル、幅が 14.0 メートルで大した荷重量は30トンを超えるよ。現在出雲型護衛艦が施している航空母艦化改修によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることが可能となるが、同機は長さが 15.61 メートル、幅が 11.37 メートル、重量が27トン強の規模を持つんだ。出雲型護衛艦のネームシップにして一番艦である出雲が寄港されたのは2012年1月。日本政府が F-35 ライトニング 2B 型を出雲型護衛艦を改修して艦載機とすることを公的に認めたのは2018年3月だけど、それを見越した設計がなされていたことが垣間見えるね。すでに日本の大手のマスメディア各社では、2013年の中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型を取得し、
出雲型護衛艦の艦載機となる可能性についての報道を行っていたが、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたわけだ。これは当時は政治的には日本の海上自衛隊がその装備として航空母艦を運用することに対して、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するとの批判をマスディアから被ることを危惧していたゆえだと思われ、今からすれば覚醒の感が拭えないよな。しかし日本がこうした政治状況にあったこの時期にも、中国海軍は国家として経済力を背景に軍の装備の近代化と増強を著しく進めており、こうした危機感が日本国内でも広まり、危機感が醸成されたことから、その航空母艦化は市民権を得たぜ。日本では2010年の後半に差し掛かると出雲型護衛艦に対する航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注、その着手が行われたよ。ここでは出雲型護衛艦に対して、無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われ、これを受けて2018末に閣議決定を見た防衛計画の大綱や、その具体策を綴った中期防衛力整備計画では STOVL 機の運用について言及が行われたんだ。そこにおいては従来の日本政府の国会での答弁において自衛隊が保有を行わないと定義してきた装備3点、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦について変更はないとしつつも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型の航空母艦には該当しないとの見解が示されたね。このあたりの航空母艦を攻撃型か否かと区別する定義が軍事的に意味をなすか否かは、実に日本的な政治上の言い回しと解釈に満ちたものだった感は拭えないが、いずれにせよこれで出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりとなったことは間違いないよな。それでも日本政府は仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言をしており、従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用を前提とすることを付け加えているぜ。出雲型護衛艦の航空母艦改修はまず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手され、全通式の飛行甲板に対し F-35 ライトニング 2B 型が排出する高温の排気熱に対する耐熱加工が施されることが打ち出されたんだ。そして F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦を支援するため、アメリカの強襲揚陸艦でも搭載されている誘導装置の設置や、飛行甲板の先端部分の拡幅工事の実施が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいるよ。並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数で42機の調達が計画されているが、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されており、同基地において早ければ2024年度からの運用が示唆されているぜ。こうして太平洋戦争後に日本では初めてとなる、出雲型護衛艦の航空母艦に改修しての運用計画が進められているが、この出雲型護衛艦の先駆けとなったと目されているのが、日向型護衛艦の日向伊勢の2隻ってわけだ。日向型護衛艦は基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、全幅が 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの規模を持ち、排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ感だな。この日向型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えた、形状から見れば航空母艦前とした外観を有しているんだけど、回転翼機の昇降用のエレベーター2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているよ。この日向型護衛艦のエレベーターは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、サイズ的も F-35 ライトニング 2B 型の昇降には厳しく、どちらも飛行甲板上にあるため、同機の離陸距離の確保も困難らしい。
そのため日向型護衛艦は出雲型のように航空母艦化改修を施すことは物理的に制約から考えにくく、どちらかといえば1998年から収益を始めた大隅型輸送艦3隻の代替艦が、今後はその機能も盛り込む可能性が高いのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業者の浦賀造船所によって1993年4月に起工。1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた。コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、胴体として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の1、2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1、2式地対艦誘導弾を艦載型とした、1、7式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。
この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された40ミリよりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛
装備庁は2023年12月1日、研究開発を進めている未来の大砲とも呼ばれているレールガンを、海上自衛隊の試験艦アスカに搭載して10月17日に洋上射撃試験を実施した際の動画を YouTube の公式チャンネルにおいて公開したよ。また、12月5日には11月に開催された防衛装備庁技術シンポジウム2023における資料も公表し、日本におけるレールガンの研究開発が新たなフェーズに入っていることを明らかにしたぜ。さて今回は次世代の大砲と期待されているレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛装備庁技術シンポジウム2023とは、防衛技術指針2023と防衛力の抜本的強化につながる研究開発についてとの副題が付けられている。現在防衛装備庁で研究開発を進めている将来防衛装備品の研究開発の成果を発表するシンポジウムで、電気エネルギーによって弾丸を放つ電磁砲として次世代の大砲砲とされるレールガンの日本における研究開発試験が、開発を断念したと見られているアメリカを超えて、世界をリードする段階に進んでいるとする結果が公表されたことで注目を集めているんだ。レールガンのその原理は、平行に設置された2本電極棒のレールの上に小さな金属の玉体を乗せ、瞬間的に大きな電流を流すことで発生する電磁力によって金属弾体を射出するという極めて単純な構造で、強大な磁場を発生させることで起こる電磁気力ローレンツ力で弾体を射出するいわば電磁砲とも呼べる砲だな。発射される弾体がミサイルよりはるかに安価であるという利点があるほか、これまでのように火薬を使用して発射する弾丸よりも高速に射出することが可能で、かつ射程をはるかに長くすることが可能となる利点があるぜ。防衛装備庁が試験中のレールガンは総重量8トンで、大きな電源部と方針部電磁加速装置で構成されていて、方針となるレールの全長は約6メートルで口径は40ミリメートルと小さく発射される弾体も小さいね。現在の火砲と比較してみると、陸上自衛隊で最も多く運用されている榴弾砲 FH70 の方針長は約6メートルでレールガンとほぼ同じながら、口径155ミリメートルなんだって。また海上自衛隊の最新鋭多目的フリゲート艦最上型護衛艦やイージス艦であるアタゴ型護衛艦、秋月型護衛艦などの主力護衛艦に搭載されているンク45単装砲は、方針長が約7メートル、口径127ミリメートルであり、これらの火砲と比べると、レースルガンはその方針の長さに対して口径がとても小さいことがわかるな。この長く小口径の方針から、弾体を秒速2297メートル約マッハ7約8568キロマイジの超音速で射出することが可能で、これまでの火薬を用いて射出する火砲の砲弾初速が秒速800メートルほどであることを思えば段違いの射出速度を持っているぜ。砲から発射される弾丸の威力は運動エネルギーにして重量×速度の2乗で算出されることから、レールガンの破壊力は弾体サイズが小さいながらもかなりの威力を有しているとされているよ。さらに超音速で射出される弾体の射程は格段に長く、火薬式火砲では通常弾の射程が20から30キロメートル程度であるのに対して、レールガンでは150から200キロメートルすると言われているね。しかしながら、レールガンでは方針となる電極棒との接触などによってエネルギーの損失が大きいぜ。その損失を補うために非常に大きな電力が必要とされ、巨大な電力供給システムが必要となる欠点があるほか、超音速に加速するための距離を確保するには強大なレールが必要となること、レールの摩擦電気抵抗耐熱限界などの点において物理的かつ技術的な制約があることなどが欠点として挙げられているわけだ。レールガンにおいて連続射撃を実施する際に大きな問題となるのが弾丸と接触している方針レールが摩耗して損傷することによる、弾体の初速が低下すること、つまりエロージョンが発生することであり、このエロージョンについては、過去のレールガン研究において、弾体が発射される際の初期位置の周辺のレールの損傷が特に激しく、撃ち続けるたびに初速が低下してしまうのをいかに解決するかということが課題とされていたからな。
この課題の解決策として防衛装備庁では、方針レールの素材と電流の流し方の2点において研究を進め、この2つを変更することによって、エロージョン問題を克服したというよ。方針レールの素材については、これまで導電性が高いことや加工のしやすさから主材料として銅を方針の素材として使っていたのであるが、これをさらに導電性が高くかつ摩耗に強い素材に変更することで克服し、さらに電流の流し方についても変更を加え、瞬間的に大きな電流が加わることがないような放電方式を開発したとしているね。このことによって弾体の射出前の初期位置付近で発生していた、弾体の初速を低下させる顕著な損傷を抑えることが可能となり、120発の連続射撃実験では全ての弾体の初速において秒速2000メートル以上を記録して実験に成功したとして、防衛装備庁は新たな対策を施したレールガンによって、弾体を安定して高い初速のまま連続射撃を可能にするという目標が達成されたとして、防衛装備庁技術シンポジウム2023で公表した資料の中で明らかにしているよ。防衛装備庁ではこのレールガンの将来的な用途として2つのシナリオを書いており、そのうちの1つは、従来の火薬を用いて砲弾を射出する火砲よりもレールガンがはるかに長射程であり、かつ高い威力を発揮することを活かし、中国やロシアがすでに運用していて対空ミサイルによる撃墜が困難とされている極超音速誘導弾を撃墜するための兵器として運用することだな。そしてもう一つの用途は、敵の艦艇や地上目標を攻撃する際に、現在は長射程の巡航ミサイルによる攻撃しか方法がないのに加えて、長射程と高速、そしてレーダーに捉えられにくい小さな弾体を活かして回避困難な打撃として活用することにあるとされているぜ。これらの用途のために現在運用している対空ミサイルや巡航ミサイルはいずれも製造単価が超高価であり、限られた防衛予算の中でそれらを大量に製造購入して保有することが難しいんだよね。仮に日本の防衛費を現在の GDP の 1% から 2% に引き上げるなどして、大きく引き上げたとしても保有在庫を一気に増やすことは難しく、レールガンの弾体がはるかに安価であることも日本にとっては大きなメリットとなるんだ。しかしながらレールガンの弾体は、長射程のミサイルが持つ誘導能力を保有していないため、遠距離で敵の誘導弾を撃墜することは難しく、自衛隊においてはこれらの防空兵器においてはそれぞれの利点を活かして多層的に運用する構想があると見られているぜ。これまで世界でレールガンの研究開発を進めているのは日本の他にはアメリカ、ロシア、中国、欧州連合、EU、トルコ、韓国で、アメリカ海軍ではこれまでに多額の研究開発費と数十年の時間を費やしており、2020から2025年頃の実用化を目標として BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社がプロトタイプを開発して試験が実施され、2014年4月2016年中にスピアヘッド級遠征高速輸送艦にレールガンの試作機を搭載し洋上での実証試験に入るとまで発表していたのであるが、2022年度の軍事予算にはレールガン研究開発費が盛り込まれていなかったことから、開発を断念したものと見られているってわけだ。その情勢の中で、トルコがすでに兵器に応用可能な電磁砲の開発に成功していて、国際防衛見本市でなどで販売していることが伝えられているが、その性能など詳細は不明だな。防衛装備庁では今後、今回の発射機の開発から兵器として使用するためのシステムの開発に移行していくものとみられ、長射程であることを活かして敵の兵器の射程外から攻撃するスタンドオフ防衛能力兵器としての開発が完了し、抑止力としての貢献が待たれているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。